皆さんこんにちは。日踊り城天空菜園病熊さんのベランダ栽培です。今日は少し曇り空ですが、鉢植え用のペットボトルじょうろを作ります。病熊さんの面白工作の一つですね。はい、ペットボトルですが、このキャップ、これに千枚通しで穴を開けます。はい、一つ、二つ、はい、三つ、そして四つ、五つ、はい、五つ穴を開けました。もうちょっと開けましょうかね。はい。6つ、それから、はい、7つ、8つ、そして、この辺、よいしょ。はい、まあ9個ぐらい穴開けました。で、これをキャップにつけます。ベランダ栽培では、普通のじょうろですと、結構水が飛び散ったり、それから開花にもですね飛んだりするので、このペットボトルじょうろ、これが便利です。それではやってみましょう。はい、先日はこの網干メロン、2、4、6、8と12鉢ほどですが種をまいています。じゃあここにこう入れます。はい、こんな感じですね。ペットボトルじょうろですので、押すときれいに水が出ます。はい、こんな感じですね。それからこちらの方も、はい、ミニトマトの苗が育っています。またこれは白イチジクの芽の挿し木栽培3鉢、それから昨日は4鉢ほど、これキュウリの苗ですが巻きました。はい、ということで、病熊さんのベランダ栽培、病熊さんの病熊さんの面白工作ですが、ペットボトルじょうろを作りました。はい、はい、ということで、このペットボトルじょうろは、ひなちゃんの教えてくれたアイデアをちょっときちっとやってみました。はい、以上です。また皆様どうぞご覧ください。